イエーイ、またやっちゃいました。風呂場の入浴シーンを。ああ、気持ちいいね、お風呂は。まあ僕趣味が温泉なんでね、何度も言うやけど、だからまあ自宅のお風呂もね、気持ちよか。まあ温泉、来月ね、温泉行くんでね、その温泉の模様を撮っていきたいと思います。どうしようか。まだみんなは仕事中かな、この時間帯。いや、もう帰ってるでしょう、家に。暇でしょ。ねえ。どこの会社も。まあ、遅くまで会社に残って仕事するっていうのが、美学っていうのがあってね。あえてもう、遅く帰る段取りで仕事する人もいますけどね。人もいるっていうか、そういう会社もあるけどね。もうさっさとね、仕事、早終わったら早帰りゃいいんですよ。ね。その帰れない空気を作る会社っていうのはね、ブラック企業、良くない。本当に、よくありません。まあ僕の会社、今までね、勤めてきた会社もそういう会社ありました。まあ僕はね、高校卒業してからずっと、まあ偶然なんですけどね、アパレル業界でずっといました。職種はね、2トントラック車から、営業マンから、事務員から、倉庫のピッキング作業員から、荷造り作業員から、いろいろしてきました。すべてアパレル業界で働いてきました。まあ、アパレル業界はもうね、もう壊滅状態ですね。ダメですね、もう。儲かってる会社なんてないでしょう、多分。まあ、アパレル業界は、まあ、経営者によるけどね、まあ、別に金髪でも OK、シルバーリングとかね、いろいろつけて私服派手なんでも OK っていう会社もありましたし、スーツじゃないとダメっていうのもね、ありましたけどね。まあ僕は、そういう会社の決まり事をね、守るのは好きじゃなかったんでね、よく破っては怒られて、規則を破っては怒られてました。まあ怒られるのはね、もう子供の頃から慣れてるんで 学校時代もね、小学校、中学校時代も怒られてばっかりでした。小学校の時なんてもう体罰当たり前の時代やったんでね、バシバシどつかれてました。ビンタでビシバシどつかれてました。はっきり言って未だに恨み持ってます。まあ、中学校になってはね、体罰こそはなくなったものの、単位専攻ばっかりでね、はっきり言って恨み持ってます。いい先生に恵まれなかったなと。まあ高校時代はね、いい先生に恵まれてよかったんですけどね。
高校はずっと良かったな、先生。まあ先生に恵まれていい高校に、うん、いい高校に入れたんじゃなく、ヤンキー高校なんですけどね、ヤンキー高校ですけど先生に恵まれて、うん、無事卒業できましたね、うん、出席日数がやばかったりね、授業態度が悪かったり、問題を起こしたりね、タバコとか喧嘩とかね、そんなんで、よくね怒られたりしたけど、でも高校の先生に怒られた分に関しては感謝してます。今となって今となってはね、おかげです。でも小学校中学校の先生たちにはね、恨みしかありません。はっきり言って僕をヤンキー高校に、追いやったのは小学校中学校の担任です。担任どもです。まあヤンキー高校やったから余計におもろかったいうのもあるけどね、いろいろあって、うん、まあちょっと懐かしい話をしちゃってるけど、うん、まあ本当に楽しかったな高校生活は。まあ本当にまではいかないか、慣れるまでには苦労したね。本当バカなやつばっかりやったからね、えらいとこに来て、最初1年の授業を受けた時っていうか、最初にテストあって、いつもやったらね僕悪い点数やのに、いい点数取れて、なおかつ周り見たら悪い点数ばっかりでね、ほんとバカばっかり言ったんでね、えらい高校に来てもうた、えらい高校に入った、これは偉いっていうのは違った意味の偉いでね、本当に賢いっていう意味の偉いじゃなく、どえらいとこに来てもうたという感想でしたね、うん、まあでもそんな高校でもまあ友達もでき、いろいろ慣れてきて面白かったですね。まあダブリのやつも多かったんでね、ダブリのやつはもう生意気で鬱陶しかったけど、うん、まあいろいろありましたね。まあ僕の青春時代、小学校中学校は地獄、高校はまあまあマシで、社会人になってまあマシな時期と地獄の時期両方味わいましたね。就職した当時、18で就職した当時はね、いい会社に入れて、うん、収入も良かったしね、うん、収入もよくいいポジションで働かせてもらえたなと思って感謝してますけどね、そこが廃業してしまってね、会社がまあ売上が落ちてきて廃業してしまって、で次に入った会社もね、まあよかったです。まあいろいろ問題もあったけどね、ここまでだね。だから僕のね良かったのは35、34ぐらいまでやね。35ぐらいからガタ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 ガーと人生がね崩れ落ちましたね。未来予想図が一気にね崩れた感じでしたね、うん、もう最悪でした。もう思い出したくもないし、記憶ももう定かではありません。その35以降の記憶が、
まあ35くらいまではね、仕事と家庭と充実して、楽しかったけど、35以降はもう仕事の方がもうぐちゃぐちゃガタガタで、思い出したくもない記憶やし、思い出せないね、もう忘れてもうたね、薬の飲みすぎで、薬中ある中で、記憶が飛んでますね、記憶が飛び飛びなってますね、正直、まあそんなところです。まあ第2弾はまあ僕の、青春時代とサラリーマン時代の逸話、まあ大した話じゃないけどね、大した話じゃないけど、まあまあアドバイスするなら、今悩んで、やめようと悩んでいる人たち、やめた方がいいです。病気になるだけです。僕みたいに薬中ある中なるだけです。だからね、やめた方がいいです。会社なんて。会社なんて何が面白いね。だいたいね、上司っていうのは本当は部下より上司の方が仕事ができて人間的に優れてないとダメなのに、実際問題はね、現実はね、世の中はそうじゃなくて、ただ会社に入ったのが先っていうだけでね、先輩面、上司面、師匠やつらばっかりなんですよ。だからね、そんな奴らのね、下で働いてね、悩んで落ち込むよりかはね、きっぱりやめてし、サラリーマンなんてやめてしまった方がね、身のためです。僕からのアドバイスはそんな感じですね。まあ、また、そのうちニューヨークシーンもまたまたもっと大胆に派手にやっちゃいますんで、まだね、本日2回目なんで、まだ映ったらあかんとこが映ったらやばいんでね、だから気をつけてやってるんでそれじゃあね、さようなら、バイバーイ。